よっしゃ、それではテニスの王子様、学園祭の王子様ですね、続きをやっていきたいと思います。前回から3週目突入しておりまして、一応ね3週目は評定っていうことで、アトベ様をね攻略しようと思ってるんですけど、気のせいじゃなければね前回好感度上がんなかったんじゃないかなっていう。で一応今回が8月22日月曜日の昼っていうことで、話す回数が3回ありますんで、とりあえずアトベ様探そう。あ、テニスコートにいますね。日吉くんと何をやられてるんですか？はい、とりあえず話そう。アトベ様、ヘイ、ちゃんと会話になるよね。運営委員の話だけってことは、アトベ先輩運営委員か何か用か。一応ちゃんと親愛度も出てるから上がるんだとは思うんですけど、アトベ先輩にお聞きしたいことがあって、せめてアトベ様には名前で呼んでほしいな。話題、学園祭、これでいいんじゃない？今忙しい。ダメなんすか？至急でなければ出直してくれ。いや、大至急なんだけど。あ、はい、わかりました、失礼しました。これだよ、まずいんじゃないかな。かといって日吉くんの好感度上げるわけにもいかず、出よう。もうあと2回もある。そしたら押したりくん行こう。このままだとちょっと私も心閉ざしちゃいそうなんで。押したりくんどうです、たこ焼きは。押谷先輩、なあ、運営委員の。はい、運営委員です。はい、茎わかめです。名前覚えていただけましたか？当たり前や。本当？かわいい名前やしな。かわいい名前って言われちゃったよ、茎わかめ。でも私の家は父も母も茎ですよ。ボケやな。ボケ？名字やのうて名前のことや。あ、わかめがかわいいって。あ、名前ですか。もう一回言うで。はい、かわいい名前やな。照れるやないか、そんなん私がつけたんじゃないですよ。こっちどっちがいいんだろう、これわかんないな。これかな、照れとこ。そんな照れた顔もかわいいな。おしたりくんめっちゃ優しい。それでなんか用か。あ、そうそう、たこ焼き。あ、いえ、見かけたから声をかけただけです。やっぱアトベ様もこうなんないとダメなんじゃない？そうか、これからも気軽に声かけてな。優しくない？はい、それでは失礼します。で、上がるでしょ、上がるでしょ。おもろい声な。あ、上がんないの？あ、上がりますよね。だからやっぱアトベ様もこっちから話題振るんじゃなくて、こういう風に会話にならないとダメなんじゃない？そしたらシシド君行ってみる？おしたりくん下がっちゃうかな。行こう。あ、まだ下がるほど上がってないってことかな。はい。あ、シシド先輩。あ、なんだ、運営委員か。茎わかめです。はい、茎です。なんか用か。用？あ、いえ、ただ声をかけただけでお邪魔でしたか。いや、別に構わねえけど。なんでアトベ様はダメだったんだろう。よかった。宍戸さん。あ、長太郎君。ここにいたんですか。いたいた。なんだ長太郎、仲いいかんな、この2人。ちょっと相談があるんですけど。あ、すみません、取り込み中でしたか。いや、いいよ、邪魔者は去りますよ。いや、いいぜ。というわけだ、運営委員さん、またな。はい、やっぱあの2人できてんな。そう、でもこれでも一応親愛度は上がると。あ、はい、ごめんね。いや、いいよ別にいいんです。宍戸先輩と大鳥くん、なんだかすごく仲がいいみたい。あ、大鳥くんの話題をゲット。これは多分宍戸くんにしか使えないんでしょうね。で、夕方になった。せめて、あ、そろそろたこ焼き屋のブースを下見に行かないとね。でも隣でしょ。ここがたこ焼き屋のスペースです。ああ、ちょうどいいサイズやな。それはそうと、隣のバカでかいエリアはあれか。はい、もうお察しの通りですね。はい、アトベ先輩の喫茶店用のエリアです。むちゃしよるな。しょうがないよ。いいじゃないですか、模擬店の大きさが売り上げに直結するわけじゃなし。いやまあそうかもしれないけど、ここまでするかっていう、そういうこと。跡部のやつを出し抜いてやろうぜ。たこ焼き屋で勝とうっていう腹なのね。下克上ですね。でも向こうだって1000円以下のメニューないって言ってたよ。たこ焼き屋で必要な機材をリストアップしておきました。目を通しておいてもらえますか。どれどれ。うん、円とちゃうかな、だいたいそろとる。あ、けどなんか足りないですかね。何ですか。たこ焼きのプレートやけどな。はい。鉄板やのって銅板のやつにしといてくれへんか。銅板。あ、はい、わかりました。なんか違うの。どうにするんだ。なんでなんで。そっちの方が熱の伝わりがええんや。へえ。たこ焼きは焼き方が命やからな。いや、さすがだね。なんだよ勇士、なんだかんだ言ってたこ焼きにはうるさいじゃんか。まあ彼がいれば間違いないでしょう、たこ焼きは。アホ、関西人にとっては常識や。こん常識なんだ。そうですか。あ、違うの。では必要なもののリストは委員会に提出しておきます。跡部様いるかな。跡部様。あ、広場にいる。広場にいるってことは今は暇でしょう。行こう。お願いしますよ。でも押したりくんもいいんだよな。跡部様、今度こそ私の話を。先輩。今度先輩になったよ。俺に用か。用です。はい、少しお時間ください。くれる。あ、でも特集話題は多分シシドくん専用だから、天気の話題、天気の話題、宿題はな。天気行こう。これから委員会の書類に目を通すところだ。はあ、悪いが後にしてくれ。お時間くださいって断りを入れて話しかけてるんだけど。あ、はい。だったらその時に断ってくんないかな。結構心にくるんだ。おい、下にくん、慰めてください。跡部様が。お下に先輩。自分運営委員の子やったかな。名前は覚えてくれませんかね。あんなに可愛い名前とか言ってくれたんだから。はい、2年の茎です。ちょっとお話が。あ、でも、あ、そうか、長太郎くん意味ないから、まあ天気の話。ああ、悪いな。ダメな。ちょっと急ぎの用事があんねん。また今度聞くわ。暇そうだったじゃん。はは、そうでしたか。それではまた。ほなな。全然みんなと仲良くできないよ。どうする。夜になったけど。緊張して疲れちゃった。今日は早く寝よう。親愛度もクソもないと思うんですよね今。一応一歩リードしてんのがシシドくんとおしたりくんっていう感じですけど、これ跡部様いけないかもしんないな。まあとりあえずワカメもうお疲れなんで寝ましょう。で8月23日火曜日の朝、まず挨拶があるからね。今日は昼からアトラクションのミーティングがあるんだっけ。じゃあ会場行こう。もうで誰かに会う。誰。跡部様。日吉くんか。あ、日吉くんだ。声かけようかな。とりあえずおはよう。日吉くんおはよう。おはよう。早いな。日吉くんも早いね。挨拶するだけで上がるからな。お手軽なんだけどな。んでとりあえず最初行動を起こせるんで。跡部様広場にいる。みんな固まってますね。あ、跡部様なんか見るになってるな。見よう。一体何を。あれ、跡部先輩何してるのかな。なんだお前か。ああ、見つかっちゃいました。何をされてるんですか。ラケッティングだ。じゃあ今時間。ラケットのスイートスポットで打つ練習。いや遊びだ。今時間あるってことですね。へえ。どうせ遊びだ。やってみるか。まあやろう。せっかくならね。なんかアイテム欲しいんで。はい、挑戦します。いいだろう。行くぞ。ちゃんとボール投げてくださいよ。はい、まあルールはねいつも通りなんで、もう始めましょう。左寄りで打つ。左寄りで打つ。始めるぞ。ボールお願いしますよ。紙風船、紙風船、紙風船なんだよ。あ、ボール、ボール、ボール。ええーちょっとこれは無理だって、手首折れるわ。ゲームオーバーじゃないんだよ。ダメだダメだじゃないでしょ、ボーリングだもね今の。あれ女の子の手首、もう一回もう一回、ちゃんとボール投げて、ボールボール、へえ思ったよりやるな。よし、はいはいはい、へえへえ、オッケー、ちゃんとボールね。サイコロ開示じゃねえんだよ。でもクリアにはなりましたね。なかなかうまいもんだ。にっこりありがとうございます。あ、旅でこれで話しかけて OK になんないかな。今日はここまでだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、でもちょっとは打ち解けたんじゃない。こんででなんかジローちゃんも見れるんで、ジローちゃんも見よう。寝てんじゃない？眠そうだね。あれ、何かやってたみたいだけど、もう終わったのかな。ん？え？あ、じゃあ2人ともなんかミニゲームだったってことですかね。でアトベ様の方先やっちゃったから、ジローちゃんの方ができなかった感じ。えであればとりあえず話そう。ただ押谷くんこれ以上仲良くなってもまずいんで、ジローちゃん行こう。眠そうだなジローちゃん。俺も最近なんか日中めちゃくちゃ眠くなるんだよ。特にお昼ご飯食べた後とか。眠気に打ち勝ついい方法ってないかね。芥川先輩、まあ、とりあえずあテニスの話題ができる。ごめん。え眠い、昼寝してくる。ダメな。いってらっしゃい。みんな全然話しかけてもダメですね。えそしたらあと1回あるんで、どうしよう。オブリオンとこ行ってもしょうがないしな。とりあえずじゃあ向井くん、はい、一体何をやってんだい。でも今向井くんいるのって食堂だから絶対暇。向井先輩、あああ確か運営委員の、はい、茎わかめです。茎です。ああそれ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 じゃないよ。先輩、じゃあテニスの話題行こうよ。ああごめん。ダメな。マジっすか。あはい、全然ダメ。嫌われたもんだな。で昼からアトラクションのミーティングと委員会の会議は終了。あとはアトラクション決定の会議ね。でアトベ様って何に、はい、そろそろアトラクションのミーティングを始めるとするか。はい、始めましょう。いいですか。はい、何でしょう。んなんだ、申してみよう。アトラクションは他校の部員と組んでもいいんですよね。もういいよ。だったら他校と一緒にミーティングしないといけないんじゃないですか。あ、またそのポジションなんだ。大鳥くんは説明をさせようと。抜かりはねえよ。ああ運営委員説明してやれ。ズームでやるから。はい、そこのパソコンで他校のミーティングの様子が分かるようになってます。ネットワークでつながってますから。というわけだ。はい、へえ便利ですね。まあ確かにね、最近でこそ主流になってるけど、このゲーム出た当時だとまあ最先端だったのかな。アトラクションか。はい、こう派手派手なアクションがやりたいよね。もう飛んでていいよ。おっ一つエントリーが来たぜ。はあ、不動峰の神尾がロックバンドをエントリーした。でイブちゃんがねボーカルだからね。ロックバンドいいですね。参加しようかな。もう言っといて、キーボード。長太郎は楽器ができるからな。俺は楽器が苦手だから何か別の。おベースをさやってくんないかな。楽器ができるってなんか全般できるような言い方なんだったら。ベースいないんだよあれ。どうしましたどうした。六角の佐伯がボーカルユニットをエントリーしたぜ。はあ、こっちは楽器はいらねえし参加するか。あ獅子野くんはボーカルユニットなんだ。あじゃあ俺はロックバンドの方に入れといてください。結構スムーズに決まってきますね。おお分かった。あとはルドルフの水木が演劇をエントリーしてるな。うん、演目は未定だそうだ。闇鍋だもんな。怖いですよね未定は。俺ダンスがやりたいな。バーッと派手に一発ストリートダンスなんてどう？うん、提案してみ。いいんじゃねえの。エントリーするか。楽しそうではあるんだけどな。エントリーしちゃってってことは多分声楽だとエイジがこれかな。了解。おっとはまた新しいエントリーだ。不動峰の立花が和太鼓を提案した。和太鼓面白いよな。へえ、面白そうや和太鼓。俺それにするわ。で押谷君が和太鼓になるのも意外なんですよね。大体出揃ったな。はあ、だがこんなもんじゃまだまだだ。そうですね。俺も提案する。でアトベ様なんだっけ。何を？あ、なんだっけ、あのハム。はいはい。演目はハムレット。ハムレットね。ハムレットね。まあいいけど。若志、お前はどうするんだ。日吉君は？俺はルドルフの方の演劇に参加します。いいの？何やるかまだ分かってないんだよ。だって演目が決まってねえけどいいんだな。後悔しない？ええ、その方が面白そうです。もしかしたら手に見えかもしんないからね。ミュージカルやっちゃうかもしんない。他に参加する方はいませんか？おっと、カバジはハムレットに。カバジ君ハムレットなんだ。まあ文句はないね。それとジロ、お前はどうするんだ。ジロちゃんもう無理でしょ、起きないよ。うーん、ダンス。マジで以上ですね。もう流してるけどめちゃくちゃ意外。では報告してきます。寝ながら踊んなよ。OK っていうところで行動ができるようになったところでいいお時間にもなってるんで、今回この辺にして次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。でほんでまだうっそやったーごめんてるくん疑ったりして。ちょっとびっくりした。いやすげえいい勝負でした。ありがとうございました。ヒールトリガーだ。一発でいけましたね。初めから真実はいつもじっちゃんそういう軌道は苦手なんだって本当に。近い近い近い。バカ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 。何やってんのおい。